はい、皆さんこんにちは、たくやでございます、いかがお過ごしでしょうか。ね、ちょっと今回の、ね、動画なんですけれども、予定を変更いたしまして、はい、Vlog みたいな感じで今日あったことをですね、ちょっとこう記録としてね、動画に残しておきたいなって思いましてもうなんかね、いきなり笑っちゃうんですけど、本当にね、何があったかっていうと、はい、私、大事な指を火傷しましただからね、今ね、こうやってね、ちょっとこう、なんかこれ冷たいね、なんか凍らしておく、なんかパックなんですけど、これでね、ずっと指を冷やしておかないと、結構ね、なんかね、ピリ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 ね、すっげえ痛いんですよ。だからなんか、むちゃくちゃ冷やして、で、なんかね、こう感覚を麻痺させるみたいなね、感じでね、ずっとね、今ね、こうやってやってるんですけども、これね、ちなみに今3つ目なんですよね。結構大事だったんですよ。でね、まあね、今日何やってたかっていうと、まあね、前々からね、ちょっと予告しておりました料理動画、これをね、撮ろうとしてたんですね。で、撮影してたんですよ。でね、こう、今回はね、まあちょっとね、こう企画としては、なんかね、こう、アメリカンフードを作って、で、そのね、アメリカンフードを作りながらですね、こう、料理で使う英語っていうのをですね、をやろうとしてたんですね。でね、まあその時なんですよ。やらかしたのは、でね、こうね、しっかり作ってさ、でね、こうオーブンに入れるまでは良かったんですね。で、オーブンに入れて1回目出したんですよ。で、こうね、いわゆるですね、こうね、ベーコン爆弾っていうのを作ってたんですけど、前もね、ちょっとね、動画で作ったことがあるんですが、それのね、まあ、英会話バージョンみたいな、英語バージョンみたいな感じでやってたんですけど、でね、そのね、いわゆるベーコンって、こうね、焼いてる時って下がね、まだ生焼けの状態になったりするので、それをね、コロッてひっくり返したんですね。で、その後またオーブンに入れたんですよ。そこまでは良かった。で、そこからですね、まあ、10分経過して、でね、こう、いい香りがですね、こう漂ってきたんですよ。でね、そのね、動画の中でもね、こうね、スメルグッドみたいな感じで言ってたわけ。英語で。それでね、あ、いい感じでね、こう焼き上がってきたから、じゃあね、そろそろ出そうかなと思ってね、こうね、いわゆるですね、こうちゃんとね、カメラもセットして、で、回しておきながらですね、焼き上がったぜみたいな感じでやろうとしたんですよね。そしたら、いわゆるね、こう、ちょっとこうね、でっかめのトレーでね、こう焼いてたんですけれども、オーブンでね、焼いてたんですけど、こう、いわゆるミトンを、こう手袋をつけて、こうね、こうトレーを取り出そうとしたんですよ。で、うちね、こうね、ミトンがね、1個しかないんで、だからね、こう、片手で、こう、なんとかね、こうね、出そうとしたんですよね。で、こうね、片手で出そうとしたら、なんか、思いのほか、重かったんですよ。めっちゃ。で、こうね、ずーっとこうね、こう取り出してたんですけど、でね、途中まで取り出したんですよ。で、外まで出てきたんですけど、で、そこでね、こうね、なんかね、手が滑りそうになったんですよ。で、このね、なんだろうね、こう、トレーが、こう、落ちる直前って、あ、なんかやばいってね、やっぱ思ったんですよね。なんか予知能力的に。これやべえなと思って、で、やばいと思った瞬間に、こうね、親指からですね、こうトレーがね、こうね、スポンって外れちゃって、で、あ、落ちるって言ったね、その時なんですよ。そしたらさ、こうミトンをつけてないね、こう何もつけてない素手のさ、左手、これがね、なんかね、パッてね、こう出ちゃったんですよ、ピョーンって。それはやけどもするわみたいな感じなんですけど、でね、まあこれでね、スパーンってやってたら、そのままですね、あちーってなるわけですよね、やっぱどうしてもね、これね。でね、そのままですね、私はですね、そのね、左手で支えてたそのトレーを思いっきり離しまして、でなおかつはね、もうこっちはね、もう本当にね、こう浮いてるような状態だったんですよ。だからまさにね、こうミトンがあったら、こういうような状態ですね。はい、だからこう落ちるしかないんですよ。で、そのままね、こうね、トレーがですね、こうね、ストーンってね、オーブンのね、まあ中だったんですけども、外じゃなくって、まあそのトレーにですね、こうお肉が乗っかったまま、ヒューって落ちまして、で、オーブンの中にね、これね、スルスルスルってね、一番下段に戻っていきました。はい。もう本当にね、なんかやらかしたなみたいな感じだったんですけども、でね、まあそのね、結果ですね、はい、料理はね、もう物の見事にぐちゃぐちゃになりまして、あー、もうここまでやったのにーとかってね、思いながらですね、はい、こうね、料理動画もね、これどうしようかな、これ NG 集にもなんかできないぐらいなんかひどいしとかって思って、で、結構ね、僕って完璧主義なんで、だからね、料理もね、しっかりなんかね、できてないと、で、できたものを皆様にお見せしないとですね、なんかね、気が済まないんですよね。今までさ、結構さ、テンションがね、こうね、いい感じで上がってたのが、そのね、トレーが落ちてですね、料理がぐちゃぐちゃになった瞬間ですね、もうテンションだだ下がりですよ。ビューンって急降下みたいなね。
感じだったわけですよ本当に。でさ、これ、ね、料理をね僕ね今までねもう本当にねまあもう何百食何千食何千食までいかないな、どれぐらいだろう、あもうでも何千って言ってるかもしれないか、うん、もうあのずっとねいろいろ作ってきてこんなね躍動することってね本当になかったんですよ。でもねなんだろうねこうちょっとした気の緩みとでも言いましょうかねなんかめっちゃ躍動したんですよこの本当に。でねまあね第二関節からね第あこれ指の付け根、あいった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 もうねちょっとねこう何よこれね冷やしてないとねすぐねなんか指痛くなるんですけど、まあそんな感じでねちょっとこうやらかしちゃったわけでございますよ、はい久々の火傷ですよマジで超びっくりしたみたいなね、そういった感じでございましたけれども、なんか今日ねちょっとなんかこう上げるべき動画がなんかね今日ちょっと作れなかったんで、だからねちょっとねこう代わりになんですけども、今日こちょっとこんなことあったよみたいなねちょっとそんな話でもしようかなみたいなね感じでございました、はいなのである意味ねこれ今回はちょっとねこう全然謝罪になってないんですけど、謝罪会見みたいな、はい皆さんすいませんでした。今日のね料理動画中止でございます。でねこれね指なんですけど結構ねもうこうね曲げてもね痛いんですよ。だからねもう本当にね楽器もさなんか触れないし、今日ねギターもねちょっと練習しようと思ったのにギターも練習できないし、でまあこうコメント返信しようにもさキーボードパチパチ打つでしょ、で人差し指とかってさめっちゃ使うじゃないですか。だからねそれもねなんかこう痛い痛い痛い、もうねなんかこう痛いしね。でさ結構ねもう3日4日ねコメント返信溜まってるんですけど、だからね、まあ、ちょっとね今日はね、まあ、無理せずですね、今日こんなことがあったよってごめんだからごめんね皆さんって言ってね、あのちょっとこうコメント返信とかね最近ちょっと滞ってはいるんですけれども、何もできなくてごめんなさいっていうですね、ちょっとそういったね動画を撮ろうと思いまして、本日、ちょっとカメラを追加で回しました。今日本当はねもうねぶっちゃけ何もねやる気が起きなかったんですよ。もうそれでさ超ショックで、っていうかね、まあ、今まで料理ねいろいろやってきましたけど失敗したことってね多分ね1回か2回ぐらいしかないんですよ。で1回はなんかねこう雪見大福で、ね、こうトライアルで作ってそれで失敗したっていうのがあるんですけど、あ違うあれ本ちゃんで動画撮ってて失敗したんだだから今回ある意味動画の中でやろうという部分での失敗は3回目ですね。一番最初の失敗はですね、あのなんだっけなん、レインボーゼリーをね作ろうとした時なんですけども、まあ、それで失敗してね、まあ、2度あることは3度あるとでも言いましょうかね。本当にね今日ね3回目の失敗をやらかしましたということでね、まあ、今後2度とね絶対ね料理で失敗しないようにですね、私もね随分気をつけてね、行きたいなというふうに思います。でねまあねちょっとね指怪我っていうか火傷しましたってねコミュニティ欄に書いてね、結構皆さんにね心配しておかけしたんですけれども、はい、私は元気です。ただしこのね今の人差し指だけがちょっと使えない状況になっているので、はい、やらかしたね本当にね。もう皆さんね本当に、ね、料理をするときは絶対やけどだけは気をつけてください。もう本当にねもうただ事じゃないよ、本当にただ事じゃない、うん、そうずっと冷やしてなきゃさこれ痛いんだけどさ俺今日これ寝れんのかなみたいなね、いやそんな感じなんですけど、でね一応ね明日は明日であのねお散歩動画これをね、まあ、撮りに行く予定にしてるので、まあ、それをねちょっとね撮りに行ければいいなというふうに思ってはいるんですけども、でもねまあお散歩動画だったら、まあ、とりあえず大丈夫だと思うんで、まあ、うまいことね、明日までにはこの痛みが引いてこう無事ね撮影できるようにですねなりたいなというふうに思ってるわけでございます。はい、というわけですいません今日ね本当にねちょっとくだらない動画で申し訳ないんですけども、ちょっとねもうあまりにもショックでちょっとね今日こんなことあったよみたいなね感じのですねお話でございました。はい、というわけでねというわけでもう締めがさ なかなかうまくさ言えないんだけど、これはですねこう高評価はね別にいらないですぶっちゃけ、はい、あの今日こんなことやらかしちゃったみたいな、ね、感じの、ね、単なる笑い話なんで、っていうかねこう皆さんにとってはね今日ね笑い話になるんですけど、僕にとってはね今指めっちゃ痛いんですよ、はいああやらかした、はい、というわけでねちょっとね、今週ですね、はい、料理動画、お休みとなります。でね多分ね来週できるかどうかっていうのはまだねちょっとね予定次第なんですけども、またね食材をねちょっと買いに行かなきゃいけなくなっちゃったんで、まあ、そのねスケジュールによってはですね、はい、またねこうねお料理動画もねリベンジということでね、しっかり、今度はねトレーからね肉が落ちないようにねやりたいと思いますので、ぜひねその動画を楽しみにしていただければと思います。はい、というわけでね、まあ、ちょっと今回の動画なんですけども、皆さんすいません
ません、料理動画ダメになりましたというですね、報告でございました。はい、というわけで皆さんもまた次回の動画をぜひ楽しみにご覧いただければと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。